鳥山石炎、根弱がと俗百鬼より、とどめきとどめきは、鳥山石炎の根弱がと俗百鬼に描かれている妖怪。腕に、いくつもの目のある女の姿をしている。石炎による解説文には、箱考えし運やある女生まれてて長くして、常に人の銭を盗む。骨腕に百丁の目を長ずぜ長目の聖なり名付けて、とどめきと運んしは、 箱石以外のことを記せる記書なり一説にどどめきは、とうとの地名とも言うとある。ある女から、とどめきと運までは、頭壁のある女性の腕に、盗んだ彫目の姓が鳥の目となって、無数に現れたのでこれを、とどめきと呼んだとの意味だが、銅線は、中央の穴が鳥の目を彷彿とさせるところから、彫刻という熟語があり、百目器、百目岩、百目木,木、などと書いて、 とどめき、道めきと読む地名が日本各地にあることから、とどめきはこの銅線の異名と地名の文字から石炎が連想して描いた創作妖怪と解釈されている。また、金銭のことをお足と俗称することから足がつくという写楽から描かれた妖怪ではないかとも考えられている。同時代の書物や草草草子でのとどめきの登場や、 箱考外紙という書物は確認されていない。しかし本文に見られる、箱が以外という文字にはという左棒く君も付けられており、箱は、箱根、缶は、石書を意味したものであることは明確にされている。記書という言葉などがあえて入っている点なども含めると、箱考外紙という出典の存在自体も石縁による遊びの創作である可能性もある。 鳥山石縁以外の江戸時代の絵画に、全く同様の情報を持った、とどめきが描かれている例はないが、出版されていた妖怪を題材にしたカルタの中に、土佐の山越えのどどめきという札があり、腕や頭に目が数多くある絵が描かれている。また、読み方が、どどめきであるのかは不明であるが、とどがんきという名前が描かれた、肉筆画も確認できる。 いずれも体に多くの目を持つ妖怪ではあるが、それ以外の共通点はない。赤炎による名称表記は、とどめきであるが、昭和以降の妖怪を扱った書籍では、とどめきという表記が名前に使われることも多い。また、腕にある数多くの目は、とどめきがかすめ取っていた線が腕に張り付いて、目に変化したものである、という解説がよくされるようになった。ありがとうございます。